中山香織です。今日は着物での撮影だったので、そのまま着物で配信をいたします。この動画では水沢競馬場で開催する統計2世記念の3連複フォーメーション予想ということで、1列目に選んだのが6番のリリー・モントルーです。ダート 1600m 戦を得意とする馬で、今までの成績が6勝2着4回3着1回着外1回と優秀な成績を残しており、マイル戦となれば崩れにくい馬と言えそうです。また鞍上にも今年すでに175勝を挙げている村上忍騎手が予定されており、副賞圏内 36% を超えるジョッキーという点もプラス材料になりました。続いて2列目3列目に選んだのが、盛岡移籍後一度しか馬券圏内を外していない4番のセイバリアント。水沢競馬場では2戦2勝と底を見せていない7番のクロールキック、以上の2頭を選びました。最後3列目に選んだのが、リリー・モントルーを任したことがある1番のマイネル・アストリア。久々の水沢競馬場さえ問題なければ不気味な存在である2番のアップテンペスト、前走からの距離短縮がハマれば面白い3番のボウジラール、以上の3頭を追加した3連複フォーメーション7点で勝負したいと思います。来週は名古屋グランプリ勝島王冠の予想を YouTube で、サイト動画では園田競馬の予想を火曜日の深夜に配信をいたします。皆様からのご来場をお待ちしております。中山香織でした。